こんにちは、のりたろうです。本日は人生が変わるコイン投資というお話をしたいのですが、コイン投資なんかで人生が変わるなんて大げさなと思っている方ほど人生が変わる体験ができると思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。ただこのお話を最後まで聞いても実行に移した人限定のみの、人生が変わるお話になります。まあ、これはコイン投資に限ったことではありませんが、人生を変えたいのであれば行動するのが一番です。で、1オンスの銀貨であれば数千円から数万円ぐらいで、まあ、人生が変えられると思えば安い投資になるかなと思いますので、ぜひとも最後まで聞いてみてください。それではよろしくお願いします。まず一つ目なんですが、貯金の愚かさに気づくです。これはインフレで円安になっている今、貯金信者はさすがに以前よりは減ったと思いますし、まあ、今現在の暴落している日本円にフルでベットする円預金のみの資産運用っていうのが良いよという人はさすがに今ではあまり見かけませんが、まあ、私がコイン投資を始めた2019年頃はですね、日本人はだいたい預金信者が9割9分というぐらいで、まあ、コイン投資なんて絶対騙されてると考えている人が大半だったかなと、まあ、肌感覚では思っています。まあ、そんな中、100年以上前の世界で発行されたコインのアンティークコインでは年間の値上がり率っていうのはですね、まあ、数十パーセントというのがザラで、まあ、極端なもので言えば年間の値上がり率が 100% や 200% を超えるものもあります。まあ、これだけを見てても、まあ、利子が 0.0 何パーセントぐらいしかない銀行預金と比較すると、まあ、下手をしたら、まあ、数百倍、数千倍の違いがあります。これだけでもすごいんですが、さらに今は2022年10月末なんですけど、この急激な円安とインフレが、まあ、非常に問題かと思います。まずは円安から見てみますと、2022年の1月には1ドルが116円でしたが、まあ、つい先日2022年の10月の21日にはですね、一時151円を突破し、まあ、日銀が介入して頑張っているというのが、まあ、今の現在の10月29日現在の状況なんですけど、まあ、これは、まあ、円の価値が 23% ほどドルに対して目減りしたということになり、まあ、視点を変えて、まあ、アメリカ人から見たらですね、日本のものが全て 23% 引きで手に入るということになったということになります。日本国内しか見てない人にはこれがどんなニュースかあんまり分かっていないっていう人が多いのかなと思いますが、まあ、今世界中で日本旅行が大人気となっているというニュースを聞いたことがあると思いますが、まさに日本は安いチープな国になりましたというニュースになります。まあ、一昔前に韓国で化粧品を買うと安いよと言って旅行していた人が多かったんですけど、今はちょうど韓国人からしても日本は安いから旅行しようということになっているというお話になります。まあ、世界から安い貧乏国家と見られていることに、まあ、気づくべきかなと思いますし、この 23% 値引きの影響っていうのはですね、燃料や電気代の価格で後で影響してきて、まあ、今でも影響してきていますが、まあ、物価指数がですね、まあ、3% ぐらい上がったというので安心しているような論調を見かけますが、まあ、これが日本中の全てのものに対して時間差で 23% が効いてくるわけですから、まあ、コストプッシュ型のインフレとして今後影響してくるということが、まあ、容易に想像つくかなと思います。まあ、つまりは円の預金の価値が、まあ、これから2割引きの、価格に近づいていきますよということになります。で、100万円が、まあ、100万円だとしか思ってないという、まあ、預金信者というかですね、人は、まあ、これからどんどん貧乏になるのが目に見えているという状況になっています。
それに加えて銀行は各種手数料を逆に値上げしておりますので、一回引き出したらマイナスになってしまうというような状況にもなっています。しかも都市伝説レベルと考えている人もいますが、2024年の新円切り替えに伴って預金に財産税をかけられてしまったら、それこそ財産ではなくですね、ただの負債になってしまいます。なのでどう考えても、円預金のみに、全てをこうかけてしまうというのはなかなか愚かなことかなと言わざるを得ない状況になってきております。コイン投資をするとそのことがよくわかるだけではなく、たとえ財産税とかがかけられてもですね、コインにまで及ぶ可能性っていうのが、低いと言われておりまして、預金封鎖とか財産税がかかっても、それこそ高みの見物ができるものになるかなと思います。これはまさに人生が預金しかない人と比べると180度変わると言っても過言ではないのかなと思います。続いて2番目いきます。資産が何かっていうのが一目でわかると。これは来年の春から、高校の家庭科の授業でですね、金融教育が始まるという話を聞いたかと思いますが、子どもたちに資産とは何かということを教えるにもですね、金貨や銀貨っていうのは、非常に分かりやすい教材かなと思います。このコインのように保有すると価値がどんどん上がっていくものが資産というんだよと、誰にでも簡単に説明することができるかなと思います。車とか家もですね、物によっては資産ではなく、ただの負債になったりしますが、金や銀でできているコインっていうのはですね、どんなものでも明らかに資産かなと思います。で、特に金や銀は一目で、キラキラとして綺麗だと分かりますし、バカにするわけではないんですが、幼稚園生でもこれは価値があるものだと分かると思います。このように資産と負債っていうのが理解できると、投資と消費と浪費の違いが理解できるようになります。すると、例えばですが、このおもちゃは投資になるのかな、それとも浪費なのという見方が、理解できるように子どものうちからなればですね、きっとその子の人生は好転するかなと思います。まさにこれも人生が変わると言っていいことかなと思います。で、3番目、売れた瞬間に変わるということで、とはいえですが、コインの場合は株式とかですね、投資信託とかと違いまして、売りたい時にすぐ売れるというわけではなく、自分で売るか、売却を委託して販売する必要があります。で、コインの場合は売るのに非常に時間がかかるため、数ヶ月から1年下手したら数年かかることもあります。投資型のコインについては買い取りしてくれるところがあるので、そういうコインに関しては換金性が非常に高いということになりますが、モダンコイン、アンティークコインは、1年から数年かかることもあるということなので、あくまでもすぐに必要なお金っていうのはですね、コインに入れない方がいいです。で、コインだけではなく、投資全般にも言えるんですが、必要資金以外のお金を作って投資に回すようにしましょうということになります。で、話が少し脱線したんですが、コインは売るのに時間がかかるんですけど、少額のコインでもですね、いざ売れて一連のコイン投資で、買う、保持して売るという一連の流れで利益が出ると、投資が成功したという自信につながりますので、時間を切り売りする労働以外でのお金の増やし方ですね、お金がお金を生むという、世界の仕組みが、肌身を通じて実感できるかなと思います。そして私の場合ですが、最初にコインが売れた時に、一番変わったことというのがですね、私の周りの家族のコイン投資に対する理解です。で、実際に、投資額とリターン額が出て、利益が確定すると、文句を言いたくても、なかなか言えなくなるかなと思いますし、
まあ、むしろ積極的に協力してくれるように私の場合はなりました。でこれはコインが売れたことで周囲の人の、まあ、金融リテラシーを上げたということになりますので、まあ、これがコインが売れるのを、まあ、周囲に知らせるということで周囲の人に説得力を持って、まあ、金融リテラシーを上げるということができるという時点で、まあ、周囲の人の人生を少しだけ変えることができますし、そして何より周りの理解が深まると自分が投資をしやすくなるという環境ができますので、まあ、そういう意味でも人生が変わるかなと思います。続いて4番目、海外の情報に敏感になるということで、まあ、これはもちろん投資をしている人は漏れなく海外の情報に敏感になると思いますが、コインの場合は海外の造幣局とか海外のオークションなどでも買うことも多いので、また日本国内で買うにしても相場を調べるには少なくともドル円相場とかですね、ポンド円相場、あとは金相場、銀相場なども見る必要がありますので、やはりまあこれらはその時の世界情勢と深く関わってますので、海外の情報には敏感になります。ただコイン投資が他の投資と違うのは取引頻度がですね非常に少ないので、相場の更新っていうのがですね1年単位だったり数年に一度というコインもありますので、世界情勢などでこうガーンとみんなが急に売ってガーンと暴落しますというようなことが、まあ、考えにくい状況にありますので、暴落で損が出たとかですね、まあ、早く買え早く売れとかですね、損切りだみたいなようなストレスフルに、ニュースを見る必要がないので、とても冷静にニュースを見ることができるかなと思います。ということで、海外のニュースに興味がなかった人にとってはその情報が得られることによって、まあ、例えばですが、まあ、海外ではとっくにマスクなんかしてないのに日本って変だよねとかですね、いろいろと情報統制された国内ニュースでは報道されないソースにたどり着く可能性が広がるということで、まあ、そういう意味では人生が変わると言ってもいいのかなと思います。で続いて5番目、ネガティブニュースがポジティブニュースに変わるということで、これは先ほどのお話に通じるところがあるんですが、まあ、コインの相場っていうのはですね、価格の大暴落などのイベントとはあまり関係なく、まあ、年々着々とこう値上がりしています。むしろ有事の金とも言うように、社会的にネガティブな大事件が起こると逆に相場が上がるっていう傾向があります。この間のコロナショックの時も順調にコインは関係なく上がってました。なのでネガティブなニュースを俯瞰的に高いところから眺めることができるようになりまして、まあ不謹慎ですが、まあ、むしろ戦争などが起こるとコインは上がるかなとなど高みの見物ができるようになります。また例えばペーパーゴールドは、ペーパーゴールドってETF とかですね、現物ではない金への投資っていうのがですね、現物の100倍で、ペーパーの銀に関しては現物の400倍も発行されているというニュースはですね、普通であればデリバティブ市場はまあ大丈夫かなとかですね、まあ、恐怖するニュースになるんですが、まあ、お分かりの通り金や銀の現物を持っているコイン投資家にとっては、まあ、いつ化けの皮が取れるかなと、まあ、待ち遠しいポジティブニュースに180度変わってしまいます。まあ、もし今この動画を見ていらっしゃって、現物を保持していない方がいらっしゃれば、まあ、人生変わりますので、ぜひ、まあ、こちら側にいらしてくださいと思います。続いて6番目、絶対的な安心感ということで、まあ、金や銀の現物資産はまさにそれこそ紀元前から認められておりまして、まさにキングオブ資産となるのが金や銀の現物資産かなと思います。ただし現物資産でも金のインゴットなどはですね、いざ有事となった場合には、まあ、200万円以上のものはマイナンバーと紐付けされてしまっていますので、まあ、財産税とか没収されたりしまうという、まあ、過去の実績がありますが、マイナンバーとの紐付けなどの義務がないコインの場合はその心配もないため、まさにキングオブキング、まあ、投資の
投資家への皇帝とかですね、まあ、エンペラーとも呼ぶべき投資先かなと言えるでしょう。さらにコインの場合は戦争が起きても、そしてたとえ国がなくなってしまっても全く関係なく全世界共通で資産価値を持ち続ける資産なので、実際に、古代ローマ帝国とかですね、まあ、今はチェコとスロバキアに分かれてしまったチェコスロバキアのコインとかですね、まあ、そういったコインも今でもどんどん資産価値を高めておりまして、その国が存在しているかどうかっていうのは全く関係ありません。で、国がなくなれば当然その国が発行した通貨紙幣などはまあゴミにしかなりません。でそんな、まあ、天と地がひっくり返るようなイベントにも耐えてしまうというのが、まあ、コインの安心感かなと思います。まあ、これは相当な安心感じゃないかなと思います。そしてそもそも世界中のコインが、まあ、世界中で取引されてますので、その時高く売れる国で売ればいいわけですし、まあ、ドルが高いんだったらアメリカで売ればいいですし、ポンドが高いなら、まあ、イギリスで売るなど、まあ、世界中にコレクターがもうすでにおりますので、世界中で自由に換金できます。ただこれだけ、まあ、うんちくを並べても、まあ、買って手にした時のその安心感っていうのには、まあ、かなわないかなと思います。まあ、紀元前の2000年以上前のコインがですね、今でも価値を持ち続けているということは、もちろん今も価値もありますけど、今後もこの子供の代、孫の代と代を重ねても、まあ、絶対的な資産価値を持ち続けるのかなというのが容易に想像つくと思います。まあ、このような資産が実際手の中にあるという、何とも言い難い、他の投資ではなかなか味わえない安心感が得られますので、金貨や銀貨の、まあ、それを現物を手に取ったことがない方は、ぜひ安い銀貨でもいいので、一度手にして実感してみるといいかなと思います。ということでいろいろお話してきましたが、まあ、人生が変わるコイン投資のお話いかがでしたでしょうか。まあ、人生が変わる理由をまとめますと以下のようになります。1、貯金の愚かさに気づく。2、資産が何かが一目でわかる。3、売れた瞬間変わる。4、海外の情報に敏感になる。5、ネガティブニュースがポジティブニュースに変わる。6、絶対的な安心感。ということで、まあ、そんなまさかと思われた人こそ、ぜひ一度安い銀貨でいいので買ってみて実感してみてください。まあ、ただ初心者の方はくれぐれもヤフオクとかメルカリで買わない方がいいと思います。まあ、地金型の銀貨などはもう非常に安く、田中貴金属さんとかですね、野口コインさんというところで安く買えるので、まあ安心かと思いますし、もちろん私のショップも偽物はないので安心していいかなと思います。で、何度も言うようですが、人生を変えたいならまずは行動しましょうということで、今回のお話は以上になります。まあ、いつも動画を見てくださっている皆様本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございます。To be